おかげさまで英気役になることができました。いつも応援ありがとうございます。なかなか公式戦のピッチで自分のらしいプレーをあんまりまだできてないんですけど、これから少しずつ表現できるように頑張ります。これからも引き続き応援よろしくお願いします。